1980年に進水されてますから、もう42年も経つんですよね。当時のヤマハの船は FRP がかなり厚くなってすごく頑丈に作られていますから、船体は古いですけどとってもしっかりしていました。これ以降こんな感じですね。発泡が入ってる。まあ荷物はぐっちゃぐちゃ入っていますけどもね、これはシーアンカーお付けされます。ここはスカッパーが開いてるみたいですね。ここがメインで使ってらっしゃるイケス。オーナーは若い時には月に 4,5 回は近場の浮き流し釣りを楽しんでらっしゃったそうですけど、ここも、ね、最近は月に1回行くか行かないか程度だそうです。ここにこのポールが取り付けられてある。この横幅が46センチに、ここからここまでの高さが50センチ。全体的に古さは感じられます。ですけど大きな損傷はありませんでした。夜炊きもできる集魚灯がセットされていました。発電機は太陽電池の10キロが搭載されています。アフトデッキ、ここもガチッとして頑丈でした。ワイドなオーニング、これは FRP で作られていましたね。ここにはボットン式の便所、やりにくいでしょう、ここでは。この舵の部分、今のところ普通に使えますけど、ちょっと錆びてますよね。そろそろ交換時期です。ハッチの上にベチョッとマットが貼り付けてありました。剥がして中を確認して踏んづけましたけど、ノンスリップの山もあってがっちりしていましたよ。これは普通に物入れですね。いろいろこういうキッチン用品が入ってる。扉はスムーズでした。引っかかることはありませんでした。天井のクロスの剥がれがあったり、全体的に古さを感じ、使用感もありありですね。リフォームされるといいかと思いますよ。床下のバッテリー室、サッシですね。ケーキ類は型落ちですけど、まだまだ全然使えました。これが光電のレーダーですね。なんて浮装の GPS 魚探。フルの GPS とホンデックスの GPS 魚探。エンジンはヤンマー 6CX の ET、 最大380馬力です。
詳細を伺ったところ、2008年より以前に現在のエンジンに換装されているようです。その後2回もオーバーホールをしたそうで、1回目は2017年に部品代だけで145万円ほどかけてオーバーホールされたそうです。2回目はわずか1年後の2018年、そのうちのピストン1本が悪くなって、その部分をメンテナンスされたそうです。2年間で300万円もかかっちゃったそうです。一部の整備明細書もあります。どんだけって感じ。機械屋さんしっかりしてよっておっしゃってましたよ。その後の使用状況は近場への浮き流しでアジやイサキ釣りを楽しんでらっしゃいます。年間200時間程度の使用だったそうです。ですからオーバーホール後は約1000時間程度ですかね。スピードはいつも2000回転で16ノットぐらいで走られるそうです。燃料タンクは約500リッター、現在は重油を使われています。発電機は太陽の10キロワットが搭載されていました。